ピリッツドアラチャンネル。名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの25回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはドラゴンズの先発柳が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ビシエド抑えてワンアウト。バッターは注目のルーキー木浪。昨日のゲームでは無安打に終わっています。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは柳、ここまで7勝をマークしています。さあ初球は何か。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには福留。まあここはエンドランで来る可能性もあるかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。初球空振りです。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は4番マルテ。ここのところ当たりが出ていません。2アウトになっています。最初は変化球できました。カットボール。3球目打ちました。2塁はセーフ。ドラゴンズピンチになりました。2アウト2塁1塁。さあそしてバッターボックスには大山が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました。取った。一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか。当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。タイガースマウンドに上がるのは先発の秋山。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは大島。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何で来るか。初球ボール。
これが2球目。いいまっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。打ちました。サード取った。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている武田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは秋山、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば。センターに抜けました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ、バッターはアルモンテ。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球打ち、ファールグラウンドへのフライです。掴んで2アウトです。バッターボックスは4番ビシエド。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですよね、本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。ああ、なるほど。さあ、今日も期待しましょう。2アウトになっています。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回表に入ります。タイガースの攻撃。6番バッター糸原。2試合当たりが出ていません。さて、ドラゴンズの先発は柳。今日が17試合目の登板です。前回の登板は7イニング投げて自責点に勝ち投手になっています。外への変化球外れました。ボール先行です。高めの球、ストライクになります。アウトコース打ちました。これはショートライナー。バッターは7番に入っている梅野。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。さあ、2球目は何か。引っ張った。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。アルモンテが掴んで2アウト。バッターボックス中谷。今シーズンここまでホームランは10本。2アウトになっています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。2球目打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。0-0、同点です。2回の裏、ドラゴンズの攻撃。打席には5番バッター高橋。
昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスをつく。いい当たり、センターへ抜ける。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番阿部、ヒットでランナーを1塁に置いています。バントしました。大山2塁送球、セカンドホースアウト、送りバントは失敗です。バッターは7番に入っている京田、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。まず何を投げてくるか、外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目は何で来るか。打ちました。ヒットになった。これが今シーズン150本目のヒット。ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスの加藤、今シーズンの得点圏打率は3割3分3厘となっています。引っ張った。さあどうだ。三塁線落ちてフェア、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、ドラゴンズ1点を先制しました。1対0、ドラゴンズ試合の主導権を握ります。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。ここで先制点が入りました。さあバッターボックスには先発の柳が入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まずはボールから入りました。次が2球目、打ちました。これはどう？センターに抜ける。三塁へ送球。サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。2対0になりました。ドラゴンズ、なおも三塁一塁のチャンスです。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を広げます。そうですね。取れる時にね、取りたいですよね。この序盤戦、徐々にリードを開いていきます。打順はトップに帰って大島。ドラゴンズこの回2点を入れています。さあ先制に成功してなおもリードを広げるチャンスです。ここまで非常に打線がつながっています。初球ストライク、中間守備で来てますから。2球目打ちました。取った。二塁へ送ります。二塁アウト。サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。アウトの間に得点、3対0、ドラゴンズ3点リードとなりました。2番バッター武田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。いや本当足速いですからね。これでワンヒットで点が入りますね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。
改めてお聞きします。この武田、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、その気になればホームランも狙えるパワーを秘めた中距離バッターですね。なるほど、そうですか。手が出ません。三振。三振で攻撃を終えました。しかしこの回ドラゴンズ先手を取りました。2回終了3対0、ドラゴンズ先制です。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね？まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。打ちました。セカンド取った。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター糸井、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。高めに外れます。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。アウトコース打ちました。阿部、アウト、ツーアウト。バッターボックスは2番木浪、先ほどの打席でヒットを放っています。2アウトランナーありません。アウトコース打ちました。セカンドが取る。1塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、ドラゴンズがリードしています。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか？まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。初球空振りです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターボックスには4番ビシエド、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。まあ、ここはもう狙いを決めて、それが汚なフルスイングですね。なるほど、そうですか。インハイ決まります。インサイド落ちました。これは破りました。センター前。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは5番高橋。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺する。引っ張った。弾き返した打球はライトへ。
ライト掴んで2アウト。6番バッター阿部、先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。さっきのバントはちょっとまずかったですから、ここは取り返したいですよね。そうですよね。2アウトになっています。打ちました。糸原一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終わって3対0ドラゴンズがリードしています。4回の表タイガース、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。福留がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ドラゴンズリードで迎える4回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。外に決まりました。これが3球目。インコース決まった。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ボールになります。平行カウント、変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。4番バッターマルテ、前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。柳、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ストライクになります。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。引っ張った、これはどうだ。三遊間抜ける、これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。こういう場面を抑えていくことで勝利が近づいてきますからね。そうですよね。さあそのマウンド上の柳、どういったピッチングを見せるのか。ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。バッターの糸原、今シーズン得点圏での打率は3割2分3厘となっています。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどう。打った、この当たりはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、1点返しました。タイガースレフト前へのタイムリーヒット、3対1ドラゴンズ、なおも二塁一塁のピンチです。抑えたかったんですがタイムリーが出て点差が縮まります。まあもう少し慎重に行きたかったですね。これで2点差に変わっています。
さあそして打席には梅野が入ります。さあピンチは続いています。向こうの攻撃がいい形になりかけているんでね、ここできっちり抑えておきたいですね。なるほど、そうですよね。ふわふわっと上がった、インフィールドフライになりました。掴みました。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには中谷が入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。初球打ち、レフ入った、ホームラン、中谷今シーズン第11号の逆転スリーランホームラン。ドラゴンズここで試合をひっくり返す一発を浴びてしまいました。ドラゴンズ逆転を許します。4対3、この回1点ビハインドに変わります。ご覧いただきましょう、このホームランで逆転されています。まあバッテリーとしても悔いの残る1球でしょうね。ここで逆転、ただここで主導権を握られるわけにはいきません。次はピッチャーの打順ですが、先発の秋山が打席に入ります。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。最初は変化球できました。胸元へ持ってきました。ストライクです。高めに決まりました。ワンボールツーストライクです。スライダー外れます。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。4対3、タイガース大逆転に成功しました。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは強打、さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね、この回でしょうね。そうですね。低めの球ストライク、ノーボールツーストライク。インコース変化球決まりません。打ちました、痛烈、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。8番バッター加藤、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。一塁ランナーは俊足のランナーです。まあ十分考えられるでしょうね。初球ボール、まあ向こうは平
走ってきた。キャッチャー送球して滑り込んでアウト。盗塁失敗。積極的に狙っていったんですが、ここは阻止されてしまいました。いやー、これは残念でしたね。さあ3球目は何か。外に逃げていくボール、よく見ています。打ちました。打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフト掴んでツーアウト。ピッチャーに打順が回って先発の柳がバッターボックスに入ります。まあ、勝ちたいという気持ちを打席でも見せてほしいですね。そうですね。初球変化球は空振りです。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。4回終了4対3、タイガースが1点をリードしています。里崎さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。まあそうですね、当然この後の継投のことを考えてるでしょうね。はい、ベンチはどこで継投策投じてくるんでしょうか。初球空振りです。ここはボール球を振らせたいですよね。はい、打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックス木浪、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが柳、そしてタイガースが秋山、この2人の投げ合いとなっています。ライトの前に落ちました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは福留。まあ状況的にはエンドランも考えられますね。さあラン初球打ち、ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスは4番マルテ。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ツーアウトになっています。さてこのところのタイガースですが、ここまで3連敗、連敗は避けたいところでしょう。低め見送っています。ここは甘い球は禁物ですね。フルスイングしてくるカウントですからね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ボールになります。打ちました。ピッチャーゴロ。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。4対3、1点リードはタイガースです。西さん、試合中盤に差し掛かってきたわけですが、やはり接戦での試合展開になってきましたね。そうですね、面白い試合なんですけどもね、まあバッター陣もうちょっと頑張らないといけないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。
アウトコース空振りです。アウトコース打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。打順は2番武田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね、はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですよね。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスは3番アルモンテ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが4球で初球打ち、ライトバックバックバックする、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン50本目のツーベースヒットということになりました。さあドラゴンズチャンスの場面を迎えています。今のうちにまずは振り出しに戻しておくことが大事ですね。なるほど、そうですね。まあ、また彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい。さあ低めのボール打った。さあ面白い当たりになっている。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったドラゴンズですがそのチャンスを生かせませんでした。5回終わって4対3タイガースが1点をリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、ランナー1塁2塁のピンチだったんですがここは内野ゴロに打ち取ります。先制のピンチをしのぎます。2回の裏、先制のランナーを置いて8番加藤、初球を叩いてタイムリー、ドラゴンズ先制します。さらに続きます。ワンアウト二塁三塁のチャンス、バッターボックスにはピッチャー柳、センターへ運ぶタイムリー、ドラゴンズ1点を追加します。4回の表、ワンアウト一塁二塁で6番糸原、レフトへ弾き返すタイムリー、ドラゴンズ1点を返されます。続く攻撃、ツーアウト一二塁のピンチ、8番バッター中谷、初球から狙っていました。ドラゴンズ一振りで試合をひっくり返されます。5回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし外野へのフライ、同点とはなりません。名古屋ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックス大山、先ほどの打席でヒットを放っています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える6回です。高めのボール打ちました。打球は右中間へ、ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは6番糸原。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球ボール、
ファウルになります。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど。さあどう来るか。ストライクです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。ボールになります。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。打席には7番バッター梅野。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース見送っています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。牽制セーフ。次が3球目。なかなかバッターに狙い球を絞らせません。4球目は何で来るか。変化球空振り。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。バッターボックスは8番中谷。先ほどの打席で逆転となるスリーランホームランを放っています。まあバッテリーとしては最悪な結果でしたよね。はい、今度はしっかり抑えないといけませんね。さあ今度はしっかり抑えたいところ。2アウトランナー1塁です。6回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。背番号14能見が2番手としてマウンドに上がります。さあマウンドを任されたのは能見。サニさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したいですよ。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。空振りになります。あっという間に2ストライクです。さてバッターボックスの高橋、どういうバッターなんでしょうか。まあすごいパワーですよ。もう少し角度をつけられればもっとホームランを打てるバッターなんですけどね。そうですか。これが4球目。ファウルになります。ここもファウルです。これもファウル。この打球はフライになっています。これは平凡なライトフライ。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス阿部。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。インコースストライク。
く見ています。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。変化球空振り、ツーアウトになっています。打順は7番京田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。ツーアウト、高めのボール詰まりながらもセンターへ。ここは打ち上げています。上がりすぎました。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって4-3、タイガースが1点をリードしています。これから7回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。ロドリゲスがマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。これから7回、ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打の近本。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあもう少しリードできるといいですけどね。そうですね、この起用に応えたい。インコース決まっています。スピードボールを持っています。ちょっとヒヤッとしましたよね。危なかったですよ今のボールは。はい、ど真ん中見送ってストライク。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打順はトップに帰って糸井。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなしです。インサイド決まっています。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ビシエドが掴んで2アウト。バッターボックスには2番木浪。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。2アウトになっています。インサイド、センターに上がった。ここはフライになっています。これは平凡なセンターフライ。大島が掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。4-3、1点リードはタイガースです。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。7回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号30、石崎が3番手としてマウンドに上がります。さあ、マウンドに上がったのは石崎。今シーズン25試合目の登板です。初球簡単にストライクを取ります。引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには代打の福田。ワンアウトランナーなし。初球は何から入ってくるか。引っ張った、これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー一塁となりました。今のバッティングご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。
打順は1番に帰ります。バッター大島、今日は盗塁を1つ成功させています。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。ここは併殺打球は避けた。ジャスト抜けていった。中継にボールが送られる。センター前ヒット。これで20試合連続安打。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。さあドラゴンズ同点のチャンスを迎えています。この辺りで追いついておかないと苦しくなってきますからね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには武田が入っています。外の球打った。ショートの右、抑えた。二塁送球、二塁フォースアウト。ダブルプレー、チェンジです。同点に持ち込めるチャンスだったんですが、最後はダブルプレーに倒れてしまいました。これは流れを持っていかれるかもしれませんね。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。7回終わって4-3、タイガースが1点をリードしています。これから8回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号21、岡田がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは岡田、今シーズン7試合目の登板です。アウトコース、ボール。2球目は何で来るか。あー、いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。3球目は何で来るか。ファウルになります。次が4球目。アウトコース打ちました。阿部が抑えています。ワンアウト。バッターボックス、マルテ。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。空振り。2球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。大島よく間に合いました。ファインプレー。素晴らしいプレーが飛び出しました。里崎さん、今のプレーいかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、いい守備見せましたね。ナイスプレーですね。バッターは5番大山。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ツーアウトになっています。これが2球目。引っ張った。サードゴロ。サード取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。4-3、1点リードはタイガースです。8回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。桑原がマウンド上に上がっています。さあマウンドに上がったのは桑原。さあまず1球目、最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。
ファーストランナーは遠藤。長打でランナーが帰れば同点です。バッターは4番ビシエド。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。左方向、これは上がりすぎたか、落ちた、ヒットになる。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ここは見事なバッティング、ツーベースヒットでランナー2塁3塁としています。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。打席には5番バッター高橋。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあドラゴンズ逆転のチャンスを迎えています。ここは少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割8分となっています。さすがクリーンナップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。そうですか。ここは内野は前進守備ですね。ふわふわっと上がった、この打球はフライになっています。取ってアウト、ワンアウトランナー3塁2塁です。繋がらなかったですね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかる阿部がバッターボックスです。初球から際どいコースをついてきます。ここは前進守備ですね。やはり行ってもやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。レフトに持っていった、大きいぞ、頭上を越えた。逆転のランナーも三塁を回った。サードランナーがホームに帰っていきました。ドラゴンズ逆転しました。5対4、さらにチャンスは続きます。期待を裏切らないバッティングでした。ここで逆転成功です。このプレッシャーの中で決めてくるなんてね、さすがですね。ここで奪った主導権、勝利に結びつけなければいけません。タイガース、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の岡本。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の京田が入っています。ファウルです。ここは進塁打を狙ってもいいかもしれません。この打球はファウルグラウンドへのフライです。セカンドランナータッチアップ、ツーアウトランナー三塁とかあります。バッターボックス加藤。ドラゴンズこの回2点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。さあ2球目は何か、きっちりと見極めてボールです。はい、外の変化球、空振りでストライク、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか、ファウルボールです。外へのスライダー、ここは見極めています。見逃し三振、ランナー釘付け、
三振で攻撃を終えました。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点でリードしました。8回終わって5対4、ドラゴンズ逆転に成功しました。さあ最終回、1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ドラゴンズの守護神マルティネス、逃げ切りを図ります。里崎さん、ついに9回を迎えましたね。まあ今日は全く展開が読めないですからね。まあ最後までどうなるか分かります。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには7番梅野、今日はまだ当たりがありません。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナーなし。さあ守護神マルティネスがタイガース打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。まあこういった場面を抑えてのねクローザーですからね、期待していいと思いますよ。ええ、さあどんなピッチングを見せてくれるか。入れました、ファールボール。ボールカウントは2ストライクです。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ、センターが取りました。2アウトです。打席には8番バッター中谷、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。そうですよね、まあ、一発に注意してしっかり最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。打ちました、ショート取った、これで3アウト、試合終了になりました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。